マルティン・アルベルト・ビスカラ・コルネホは、ペルーの政治家、同国第67代大統領、モケグワ県知事、運輸通信省、中カナダ大使を歴任した。2016年の大統領選挙に、中道派政党、変革のためのペルー国民のペドロ・パブロ・クチンスキ、人営の第一副大統領候補として、立候補し、当選。クチンスキの大統領辞任に伴い、 2018年3月23日に大統領に就任した。しかし2020年11月9日に議会で非免決議が可決され失職した。アメリカ革命人民同盟党員のセサルビスからバルガスと小学校教諭のドリス・コルネホの子としてリマで生まれる。セサルはペルー南部のモケグアの名士でモケグア市長や1978年の憲法、 政定議会議員などを歴任したが、肺の合併症の治療のため、当時はリマにいた。モケグアで初等中等教育を受けた後、1984年にリマの国立工科大学を卒業。経営大学院でも学び、経営学の学位を得た。地元のモケグアで政治活動を、始め2006年の知事選挙にエープラから立候補したが、惜しくも落選した。 2008年には、鉱山会社から村々への保証金が不平等である、ことに抗議する、モケグアーソという運動を引き、リマで、閣僚らに、自談判した。閣僚らは、事態解決のため必要な措置を取ることに同意し、これが、きっかけとなって、ビスからは、さらなる政治的野心を持った。2011年から2014年末まで、モケグア県知事を務めた。在任中、 モケグア県の社会的指標は向上し、汚職問題も改善した。ワシントンポストはこれをペルーにおける稀な一例として評価した。また、新たに開発される予定の銅鉱産によって水道水が汚染されると危惧する地元住民らと鉱山会社のアングロアメリカン社の間で生じていた紛争の調停にも動き、事態解決に大きく寄与した。 2016年の総選挙後にはペルーの第一副大統領に就任した。この総選挙にビスカラは変革のためのペルー国民から大統領候補のペドロパブロクチンスキと共に立候補していた。就任直後からビスカラは他の大臣職も兼務することとなった。運輸通信省には1年ほど在任し、2017年末から翌年初頭にかけて 立て続けに発生し、大きな被害をもたらした洪水の復旧復興などに当たった。クスコのチンチェロ国際空港建設事業に絡む増収愛疑惑では、多くの契約を取り消し、会計検査員による捜査が終結するまで事業を取りやめた。しかし、野党からの批判が高まり、承認関門もされるに及んで、洪水被害からの復興という役目があったにも、かかわらず、 ビスカラは辞任を表明した。その後は国民の注目を避けるためカナダ大使に任命された。大統領のクチンスキが増収は疑惑枠で辞任した2018年3月23日、ビスカラはカナダから帰国し大統領に就任した。大統領宣誓式では汚職は毛沢さんだと述べペルーからそうした悪臭を一掃するため人頭式を取ると公約した。 ノーベル文学賞作家のマリオ・バルガス・リョサは、ビスカラについて、資質は十分にあるとした上で、他のペルーの政治家が政治的な論議に巻き込まれている一方で、ビスカラは法の範囲内で行動していると評価している。大統領就任の1週間後に、イ一部ス社が実施した世論調査では、ビスカラを支持すると答えた回答者は57%、不支持は13%、 どちらでもないが30%であった。2018年4月17日、ビスカラは気候変動法に署名した。同法は環境省に現状より多くの予算を投じることを可能にし、合わせて気候変動問題に関する各省庁連携の枠組みを構築することを狙ったものであった。この種の法律が南米諸国で成立したのは初めてであった。ビスカラは 気候変動問題はもはや無視できないと述べ、ペルー政府には将来の国民により良い環境を提供するため一丸となって取り組む責務があるとした。同年7月28日には政権全体に波及した汚職疑惑を受けて民間の政治献金の禁止、議員の再選禁止、一員制から両院制への移行の三点を問う国民投票を呼びかけた。これに対して エイプラや藤森派の人民勢力党は、慶子藤森が警察に一時拘束された。翌日の10月11日、ビスカラの提案した3点を尻け、自らの主張に合うよう内容を修正した上で、国民投票に合意した。国民投票は12月9日に実施され、任政への意向を除く3点が賛成多数で承認された。任は、ビスカラも当初支持していたが、 藤森派が多数を握る国会が国民投票の内容を変更したことで反対に回っていた。その後、ビスカラは汚職対策のための政治改革に乗り出すが人民勢力党との対立が深まり、2019年9月、議会はビスカラが事態打開策として提出した議会解散法案を否決し、またビスカラが反対していた。 憲法裁判所の判事の改選を議会が言った。これを理由に9月30日、ビスカラはテレビ演説で議会の解散を宣言し、新首相にビセンティセバジョスを任命。人民勢力党はこれを意見として認めず、解散が宣告された議会でビスカラを12ヶ月の停職とする決議を86対0で可決し、メルセデス・アラオス副大統領を大統領代行に指名した。 2020年9月11日には議会がビスカラに対する弾劾手続き開始を賛成65、反対36、危険24票で可決した。弾劾決議案は9月18日に議会で賛成32、反対78、危険15票で否決された。その後、モケグア州知事だった2014年に公共工事受注の見返りに受注した。 不動産開発業者から約62万ドルの賄賂を受け取ったとする疑惑が浮上し、同国憲法上で定められている、高級的な倫理的不能に当たるとして、非免決議案が提出された。ビスから自身は疑惑を否定したものの、2020年11月9日の議会で8時間の審議が行われた末に非免決議が、賛成105、反対19。 危険4票で可決され失職した。公認の大統領にはマヌエル・メリノが暫定大統領に就任したが、同年11月15日にはメリノも辞任を表明。同年11月16日、元世界銀行職員のフランシスコ・サガスティが暫定大統領に就任した。政治的には中道とされる。ビスカラ自身は父から政治信条を受け継いだとして、 父の導きで社会問題に関心を持つようになったと語っている。その一方で企業との関係も重視しており、傾聴することや積み重ねることを尊重する。支持者からは複雑な状況を取りまとめる力を持つ橋渡し役との評価がある。スペインでは、ビスからはベータアイシータからと発音される。ありがとうございます。